敵集団との戦闘を開始。よし、せっはっ、行くぜ。はっ、さてと、ヘイ、任せて、そこ。行くぞ、ヘト。俺の番だな。はっ、私は任せてくれ。いと任せろ。はみんな大丈夫？さてと、うん、お返しよ。行きます。へい、はあ、これで一安心です。ここはどうやらこの砦の城主の間みたいだけど。あ、あれは総員の礼拝堂の奥にあった紋章と同じ。これって例の教団の紋章よね。6年前の事件の資料にあったものとは少し違うけど、ヨアヒムの野郎が置いていったファイルの表紙とも少し違うな。確か翼がついてた気がするが。多分こちらは簡略化された教団の紋章なんでしょう。ひょっとしたら現在の紋章の原型になったものかもしれません。それがこの場にあるということは、教団のルーツは500年以上昔に遡る。しかもこのクロスベルが発祥の地かもしれないってことか。ああ、君たちが発見した総員の紋章もしかり、500年前の戦乱の時代、この地の有力者を取り込んで勢力。なんてこと。いずれきちんと歴史を紐解く必要がありそうだな。気をつけてください。出たか、影の国で現れた悪魔たちの仲間。やはりこの一帯が異界化しているのか。とにかくぶち倒すぞ。負けられない。よし、みんな一気に行くぞ。任せて、そこ。任せろ。これで終わりだ。暗い。はい。ドライブ開始。行くぞ。せい、
任せて。俺の番だな。させるか。さてと。ライド、ライド、お願い、お願い。ああ、任せろ。俺の番だな。これで終わりだ。くらい。悪い。そこだ。行きます。行きます。行きます。はあ、私の番です。分析を開始します。情報を入手しました。行くぞ。させるか。はあ、俺の番だな。これで終わりだ。くらい。悪い。や、任せてくれ。や、いや。さてと。ガンナーモード起動します。オーバルドライバー出力最大。エーテルバスター。任せて。任せろ。これで終わりだ。くらい。悪い。
行くぞ。させるか。はあ。援護する。せい。私の番です。ドライブ開始。私の番ね。そこ。行くぜ。赤き夜の死神は戦場をかけ、強者どもを貫け。はデス・スコルピオン。行くぞ。セット。よし。させるか。はあ。それ。私の番ね。俺の番だな。私の番です。そこです。俺の番だな。えいっディア。行くぜ。はっ。任せて。よし。せっりゃ。行きます。ター。私の番ね。みんな頑張って。ありがとう。頑張りました。よっしゃ。よし。させるか。はあ。私の番です。そこです。行くぜ。赤き夜の死神は疲れました。よし。さてと。エニグマ駆動。やあ。ザイス。行くぜ。はっ。俺の番だな。せっ。はっ。さてと。そこ。はい。へい。俺の番だな。エニグマ駆動。行くぜ。はっ。
助かりました。ありがとう。私の番ね。みんな頑張って。ありがとう。助かりました。行くぞ。やっと。さてと、ガンナーモード起動します。援護する。せい。よっしゃ。せい。よっしゃ。よし。エニグマ駆動。助かりました。ありがとう。ええ、どうやらこの先が真の意味でのロッジみたいだね。ああ、入ってみよう。ここは すごい。地の底に続く縦穴、なんて大きさなのかしら。これも数百年前に建造されたものなのか。ここからの目測だと深さ500ワージュってところか。やれやれ、こいつは骨が折れそうだぜ。ティオ、どうした？大丈夫？真っ青な顔してるわ。問題ないです。ただ昔いた場所のことを少し思い出してしまって。昔いた場所、そうか。共和国の生誕にあったっていう教団のロッジのことだな。はい、多分この縦穴は煉獄に続く黄泉寺を見立てて建造されたんだと思います。エイドスを否定する概念としての悪魔に近づき、そして彼らに供物を捧げる最低の連中ね。道理で神器臭い匂いがするわけだ。だったら俺たちの仕事は一つだけだ。俺たちの道を開いてくれた人たちのためにも、そして俺たちの帰りを待っているヒーヤのためにも、その神器臭い幻想を叩き壊して日の光の下に引きずり出してやる。もう誰も辛くて悲しい思いをしなくて済むように。ロイドさん、たく熱血野郎と言いたいところだが、まあ今回ばかりはそいつに一口乗らせてもらうぜ。私も乗った。敵は全てを影から操っていた得体の知れない雲のような存在。でも今の私たちならきっと届くことができるはずよ。はい、絶対に負けません。私たちも力を貸すわ。全力で君たちを支援する。よし、それじゃあ行こう。クロスベル警察特務支援課所属
ロイド・バニンクス以下4名。同じく遊撃士協会所属、エステル・ブライト以下2名。これより事件解決のため強制潜入捜査を開始する。データ収集を開始します。やっと。さて、そこ任せろ。はい、そこです。そこだ。行くぞ。よっしゃ。よっしゃ。そこ私の場合。行くぞ。みんな、大丈夫？任せろ。私の場合。さて、そこです。俺の番だな。そう、俺の番。ま、こんなもんかね。えいっ、や、収集を開始します。任せろ。さてと、さてか。さあ、先を急ぎましょう。収集を開始します。俺の番だな。任せろ。任せて。はい、ターン。よし、それ。助かりました。おっしゃ、行くぞ。さて、そこです。行くぞ。俺の番。任せてくれ。任せて。行きます。そこです。俺の番だな。任せろ。おととい来やがれってな。先制可能。よし、始めましょう。行くぜ。はい、私の番。よし、任せ。俺の番。ちょろいぜ。任せろ。任せて。そこ
よし、ヘビだ。これが俺たちの力だ。やっと。よし、上げていこうぜ。あ、行くぞ。さてこい。行くぜ。はっ。私の番、そこ。離してろ。よし、もう大丈夫だ。せいはっ、せいはっ。よっしゃ、畳みかけるぞ。ここは、よっしゃ、一気にボコるぞ。私の部屋。もらったぜ。行くぞ。よし、上出来だ。敵集団との戦闘を開始。任せろ。任せてくれ。やるや。行きます。そこです。行くぞ。行こう。俺の番。ぜちょろいぜ。せいはさあ始めましょう。あ、俺の番。任せてくれ。やっ。さて、私の番、そこ。俺の番だな。よっしゃ。援護出陣。戦闘終了。先に進もう。もらったぜ。俺の番だな。任せてくれ。俺の番だな。やっ。さてと。任せて、そこ。任せろ。はっ。いきます。よし、ヘビだ。まだまだいける。みんな気をつけて。俺の番。俺の番だな。ヘビだ。さて、私の番か。俺の番だな。任せろ。ちょろいぜ。先制可能。俺の番だな。始めましょう。行くぜ。はっ。今だわ。みんな行こうよ。なんとかなったわね。敵接近。狙えるぞ。任せろ。はっ。任せてくれ。やはっ。私の番だ。さてこい。行くぞ。はっ。おっしゃ。さてか。行きます。そこです。敵集団撃破しました。せいはっ。せいりゃ。みんなチャンスよ。あいつだ。そう、俺の番だ。さてとか。チャンスです。皆さんお願いします。良いデータが取れました。
やっはっ。よし、一気に行くぞ。よし、畳みかけるぞ。よし、もう大丈夫だ。この辺りは近代的な設備が入っているわね。そのヨアヒムって人が改築させたのかしら。多分そうだろう。グノーシスを完成させるための研究設備かもしれない。なるほど。病院にその設備がなかった以上は。誰か来ます。あんたたち、ここにも嫌がったか。あなたたち、おとなしく投降しなさい。いくら薬で強くなったって、この人数相手に。待ってください。様子が何か変です。何なの。これは。迷ってる暇はない。とにかくぶち倒すぞ。速攻で蹴りをつける。俺の番だな。みんな一気に行くぞ。俺の番だな。私の番ね。エリ、頼む。さてと。エイ。みんな大丈夫？私の番です。仕上がれでな。これって悪夢でも見てるみたい。デモナイズ、そんな現象があるのは聞いたことがあるけれど。気絶している。かなり衰弱してるけど、命に別状はなさそうだな。よかった。おそらくこれもグノーシスの力かと。精神の変容が肉体まで影響したのかもしれません。おいおい、めちゃくちゃすぎんだろう。いくらろくでなしどもとはいえ、こんな目に遭わせるた。そのヨアヒムってやつ、絶対に許せないわね。ああ、
とりあえずこの一帯を調べてみよう。教団に関する情報が手に入るかもしれない。ええ、分かった。数年前に財団が開発した情報処理システムですね。今となっては旧式ですが、当時は相当高価だったはずです。多分ミラはハルトマン議長が用意したんでしょうね。ああ、いずれそのあたりも徹底的に洗う必要がありそうだな。ティオ、他に何かわかるか？はい、どうやらこの端末では各駅のロックの解除と情報の閲覧ができるようです。もっとも情報は一部しか残っていないようですが。十分だ、早速調べてみよう。これは教団についての概要が残され、しかしおそらく意図的に削除したのだと思います。データの復旧は。でもここで消されてるのって必要教会とかエイドスよね。エイドスの存在を否定するって公言してたみたいだし。あ、間違いないだろうね。それ以外にも金セイッセイッヤ、よし一気に行くぞ。任せろ。今だわ、みんな行こうよ。よかった。とっとと終わらせるぞ。よし、やっと私の番。ポン、行くぜ。ぜそこだ。私の番ね。や、行くぞ。そう、みんな大丈夫？俺のポン行きます。ポン任せて。そこ俺の番だな。やっ、よっしゃ。おととい来やがれってな。とっとと終わらせるぞ。任せてくれ。私の分。任せろ。ぜ任せて。行くぞ。やや、俺の分。私のそこです。ええ、そこ任せてくれ。やよし、もう大丈夫だ。
よっしゃ、畳みかけるぞ。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。行くぜ。任せて、そこ。よかった。先生可能、始めましょう。俺の番だな。おっしゃ、任せて。チャンスです。皆さんお願いします。俺の番だな。行くぞ。やっ、まだまだいける。かなりの情報が。ええ、例の薬についての情報がまとめられているみたいだけど。でもここの研究施設を使って完成させたのはたったった数年で、量産段階までこぎつけたのか。このプレロマ層ってのは何なのかしら。薬の原材料っぽいけど。プレロマ層、聞いたことのない名前だな。私も聞き覚えがありません。戻ったらデータベースで調べてみる必要がありそうですね。敵接近。俺の番だな。よし、上出来だ。畳みかけるぞ。任せてくれ。とこっしゃ、一気にボコるぞ。さとか。はい、ほい。任せてくれ。とおっしゃ。おととい来やがれでな。えいっ、や、敵集団との戦闘を開始。行くぞ。行きます。タ、行くぜ。は、私の番だ。よし、やっと援護する。よっしゃ。はい、タ、私の番。はい、任せてくれ。俺の番。任せて。はい、はい、タ、お返しよ。俺の番だな。そう。よっしゃ。はちょろいぜ。
ータ収集を開始します。よっしゃ、ぜ行くぞ。これが俺たちの力だ。よし、任せろ。行くぞ行くぞ。やっ、さてと、今だわ。みんな行こうよ。さあ先を急ぎましょう。やっはっ、よし、よっしゃ、行くぞ。チャンスだ。私の番ね。私の番です。任せろ。よし、そう、私の番です。私の番だ。さあ先を急ぎましょう。どうやら教団にとってさ、このIBC ビルに現れたヨアヒム先生が彼女のことをそう呼んでたわ。正直妄想の類としか思えないような口ぶり。いずれにせよこの情報は直接本人から聞くしかなさそうだが、よっしゃ、畳みかけるぞ。よっしゃ、ここだ。俺の番だな。ええ、そこ、さてと、よっしゃ、俺の番だな。せと、行きます。へい、私の番か。俺の番だな。よし、やっ、行くぜ。私の番で、援護する。よっしゃ、私の番。よかった。これは、まさか血の池。いや、血の匂いじゃねえな。随分と怪しげな液体みてえだが、ひょっとしたら何かの排水かもしれません。ちょうどこの上の設備でグノーシスを大量に製造していたみたいですし。確かに色は違いますが、毒性は強くなさそうですが、直接触れない方がいいかと。わかった、足元には気をつけた方が良さそうだな。そうよね。こんな量が血であるはずが。ここまで見た目が似てると精神的にはちょっと辛いけど、めげずに先に進むしかないわね。ああ、えい、データ収集を開始します。任せてくれ。と、私の番。任せろ。はい、と、はい、お返しです。任せろ。ほらよ、任せてくれ。任せて、そこ、さて、そこです。そこだ。そこだ。任せてくれ。俺の
私の番だ。俺の番。エディア行くぜ。おととい来やがれでな。先生可能。任せろ。始めましょう。俺の番だな。任せて。そこ私の番だ。よっしゃ。よし、やっと。私の番だ。さあ、先を急ぎましょう。えいっと、せいっ。みんな、チャンスよ。俺の番だ。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。私の番だ。そこです。さてと。よし。なんとかなったわね。えいっ。えいっ。よし。おっしゃ。一気に行くぞ。チャンスだ。よし。畳みかけるぞ。みんな、ありがとうございました。私の番です。任せろ。よし、やっ、行くぞ。スピア。行きます。任せて。そこ。さあ、先を急ぎましょう。よし、よっしゃ、一気に行くぞ。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。私の番。そこ。はい、行くぞ。よし、やっ、これが俺たちの力だ。もしかして行方不明になった。あんたらは。ガンツさん、ご無事で何よりです。警察の兄ちゃんたち、助けに来てくれたのか。本当に私たち出られるの。それは、とにかく扉だけでも開いてしまいましょう。どうやらあれが扉の開閉。向こう側にもあるから、とっとと開いちゃいましょう。ああ。すぐには出られない。すみません、自分たちも敵の目を盗んで何とか潜入している状態です。魔獣や操られたマフィアが辺りをうろうろしている。この遺跡もそうだが、町までの安全も保証できに。しばらくここで救援を待っていただく方がいいかと。そんな、どうしてこんなことに。じきに混乱が収まれば警官隊も駆けつけると思います。どうかそれまでご辛抱を。遊撃士協会も全面的に事態の収拾に協力しています。みんなのことは絶対に助けるから、どうか安心して。わかった。私たちもできるだけの協力をさせてもらおう。